シャカリキちゃん。シャカシャカ担当の高田優希です。リキリキ担当の千本木さやかです。声優グランプリチャンネルで各週金曜日に配信されている高田優希千本木さやかのシャカリキちゃん、最新回の更新がない金曜日は過去の配信をお届けします。一体どんな回なんでしょうか、みんなも思い出しながら聞いてね。初めて聞く人は引かないでね。それではどうぞ。曲いっぱいあるよね。うん、さでもさ、アニソンみたいな曲じゃないジャンルのものがほとんど。確かに。なんか昔カラオケで歌おうって思った時すごい難しくて歌えなかった、うん、記憶ある難しくてね。そうなのよ。確かにアーティストさんが歌ってることがそう高いなとかほとんどだからね。そっか、そうなんだよね。もあったし懐かしいわ。懐かしい。あのビーズさんのギリギリチョップとかも最初来た時すごいびっくりして、こんな歌詞というか、なんか衝撃だった。ギリギリチョップ、っていう曲が、そんな曲がビーズさんにあるんですねそうそうあるんだよ。へえ、最近の曲じゃない？昔、もう随分昔の、そうそうそう、初期の方、初期だね、コナン君初期の方でやってて、なんか途中でセリフみたいなのになるんですよ、2番入った時に。ぐだぐだしてんじゃねえぞお前みたいなこと言われてサビ入るみたいな。そうそうそう、衝撃だったな。そっか、最近ね、みんなカラオケとか行ってるかな。でも、行き始めるようになった。そうね、だいぶね、いろいろ緩和もされてきて、いろんなコロナ対策をしたお店もね。そうそうそう、だし、まあ、やってなかった時期が長かったじゃん、カラオケね。そうだね、長かった ね。長かったよね。だからさ、ちょっとの本当に合間で行けないっていうのがすごいさ、なんかちょっとチェックしたかったり、ちょっと声出して練習したかったりする時とかさ、カラオケって持ってこいだけどさ、やっぱやってない時期が多かったから。いや、この間久しぶりなんか人から行ってさ、行った？楽しかった。楽しいよねそうなんだよな。もう1時間ちょっと行くだけでもさ、楽しいよね。わかる、楽しいな。履歴見るの好き。履歴見るの好き。私も何なんか入れようか迷ったらまず履歴見て、そっから探していくかも。わかる。あ、ジャニーズが好きな人が来たんだな、ボーカロイド好きな人来たんだなみたいな、あ、アニソンいっぱいとか、ちょっとわかるよ ね。あとすごい演歌並んでる時とかある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 。あの前はちょっとご高齢の方が来てたのかなとか、そうそうそうね、面白いよね。歌ったことないけどちょっと天城越え入れてみようかなみたいな。歌ったことないけどそうやってみて。でもなんか歌えそうな気がするよね。すごい聞いてるから、小さい頃からそう聞く機会が多かったからね。意外とね、ね、あるかもな、ありますな。いや、そんな七夕の次の日の配信でございます。おー、七夕ね。お願い事したかな、みんな。短冊でも飾ってあるの全然見てないかもしれない。あら、ほんと？意外とあるよ。なんか意外とある？商店街とか。あ、そうなんだ。なんかそう子供たちが書いてたりとかで。いいね。そっか、いいじゃないですか。天の川とか見たいな。天の川見たい ね。星綺麗なところに行きたい。あー、いいじゃん。そう、どこだろうね、山の方とかに行ってね、もう真っ暗なところから見る星空は絶対綺麗だし ね。この間プラネタリウム行きました。そういえば、え、プラネタリウム、いいな。プラネタリウム行って、よかったよ。ほんと？なんかやっぱこの空間はすごくいいなと思って。わー、落ち着くよね。いつかやってみたいもん、プラネタリウムのナレーションとか。ナレーションね。その時ね、男の人がやってたんだけど。そうなんだ。すごい面白かったよ。なんか笑っちゃいけないのに、ギャグとか言うから。え、どういうこと？珍しくない？プラネタリウム空間で親父ギャグみたいなこと言って、みんな笑えないからシーンとするじゃん。そうだよね。笑ってくださいって言うから。あ、すごい見えてるよ。笑えないんですよみたいな。そこまでも計算されている。計算し尽くされてた。こう1時間とか1時間半とか。面白い。すごい、これはね本当難しいなって思いました。ここまで流暢にやって、ちゃんと星の場所もこうさせてやるのは、やっ
ぱ結構練習しないと難しいだろうなっていう、うん、そうだよね、うん、それはでもナレーションというか音声だけ聞こえてるっていう状態、うん、もう後ろで生でこうやってリアルタイムでやってくれてるのか、そうそう、リアルタイムでやってくれてる、え、それ音声でそれやってたらすごいね、いや、そう、すごいと思ってたから今聞いてて、あ、今笑ってないだろうなを想像して次のツッコミ準備してみたいな、すごいな、それはすごいね、されてるのかと思ったら、うん、作家さんや、ちょっと古めなところだったんで、いや、もう実際そこにいらっしゃって、うん、へで、そのお客さんの空気感とか、へ、うん、なんか見たこと、この星見たことありますかとか言って手挙げてくださいみたいな、うん、手挙げてる方がいたりとか、いやーすごいな、そういうなんかもう本当アットホームな感じのプラネタリウムだったね、うん、いいね、うん、やっぱその臨機応変さというかさ、ね、アドリブ力、そ、ね、そう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 、うん、なんか遊園地とか行っててもさ、うん、キャストさんのそのこう質問して、はいはい、それでちょっとみんなでこう賑やかにこうなんか会場の空気を温めるみたいな、うん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 、あれ見てると本当すごいなって思って、ね、そうだよね、ユニバーサルのねターミネーターの方とかすごいね、なんか有名だったよね、ターミネーターってあるっけ、うんうん、あ、今はどうなの、あ、今はない、昔あったみたいな、そうそうそう、あって、あ、お名前なんだったかな、綾野浩二さんだったかな、あのいらっしゃるのよ、メイン MC というか、へ、そう、あのこうアトラクションにご案内するまでの間のこう案内みたいなので、うん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 、そこでこう目の前のお客さんたちと絡んでどこから来たのみたいな話で、すごい面白くて、すごいめっちゃもう笑えるというか、そういうやり取りをお客さんとやるっていうね、そういらっしゃるんですよ、そういうのもそうだしさ、こうディズニーシーのタートルトークもそうだし、うん、いや、そうだよね、すごいよね、目の前のあの才能、お客さんと ねやるっていうね、一般人のさばき方が上手い人は本当すごいですよね、いや、すごいよ ねだって何返ってくるか本当にわからないじゃない、そうそれなのにさ、うんうん、あんな、しかもなんか自分で何かやるんだったらいいけど、そのキャラでこう返答していくのもさ、すごいしさ、そうね、そう、一瞬なりきって ね、うん、いや、すごいよな、うん、ああいうの憧れますよ ねやっぱりセンスだよなとか思っちゃいますね、あ、うん、確かに確かに、でもすごい、確かなんか特集されてて、そのあの小路のそう、うん、あの小路麗華さんとか、うん、そうがなんかやっぱそのどんな返答が来たかみたいなのも全部メモされたりとかしてて、そう、確かそういう特集だったんだけど、そうこういう返しをしたら盛り上がったとか、こういう層の人たちはこういう話題を振ると思ったみたいなのを確かメモられてて、すごい、ね、すごいよね、努力だな、うん、なんか、そうなの、努力だよね、そう、楽しい時間をね提供してくれるエンターテイナーに私たちもなろうじゃないか、あ、この時間を OK やりましょう、それじゃみんなのみんなの衆楽しんでまいろうじゃないか、すごい綺麗にまとめますねそれでは始めていきましょう、シャカシャカ担当高田優希です、シャカリキちゃん、リキリキ担当千本木さやかです、はいよ、いやさすがでしたね、いやどうよ、オープニングの締め方がこの下半期一発目盛り上がっていかなきゃ、素晴らしい、確かに下半期一発目だね、いやそうなんだよね、あっという間に7月に突入しまして、だってもう今月末から夏休みに入る子たちがいるってことですよね、わーそっかー、夏休み、夏休みプールとか行きたいなね、あ、うん、市民プールにね、はい、行ってみたら、あら、そう、うん、なんか市民区民、あーあるよね、そうそうそう、うん、なんか安く入れるプール、はい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 、なんかねすごい良かった、良かった、なんかうわそう、幼い頃を思い出した感じがして、へー、これなんか通ってみるのいいかもな、実は私もつい最近調べてて、うん、あ、そうなの？プールに、それは遊びにというか、うん、ダイエットか、あ、いや、そう、私もダイエットで、それでその、プール行った方がいいよっていう風に言われて、うんうん、それで探して行ってきたんだけど、はい、なんかね、良かったよ、本当、すごいなんか自由な感じで、うわー、ね、歩いたりね、泳いだりとかっていうスペースがあったり、うん、個人で使える時間みたいなのが決まってたりするんだよね、うん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 、そう、その時間だったらこう遊べるとか使えるよっていう、うん、利用できるのに
いいよっての最近ほんと調べてたから、まさかの行ってみ行ってみ、いや行ってみるか、うん、なんかきっかけもね、そうだよね、あるしあるけど、なんかその現場でご一緒したメイクさんがそのプールでそのダイエットしてるっていうのが、その話を聞いたきっかけで、そうなんだ、モチベーションがすごいの。そのメイクさんが、じゃあなんでダイエットするんですかって聞いた時に、海外のディズニーに行きたくて、で海外のディズニーに行ったら写真をいっぱい撮るじゃないですか、はいはいはい、やっぱでももう人生に多分一度行くか行かないかの瞬間だから、うん、その瞬間を撮る写真だけは一番最高に美しい自分でいたい。しゃがりきクラシックいかがだったでしょうか。はい、フルバージョンを楽しみたい方はニコニコ動画の声優グランプリチャンネルの会員登録よろしくお願いします。会員になると全てのアーカイブをフルバージョンで楽しむことができ、さらにアフタートークもお楽しみいただけます。声優グランプリチャンネルの会員登録者数が増えると、しゃかりきちゃんの首の皮が厚くなります。しゃかりきクラシックをきっかけに会員登録した方はぜひ番組までお便り送ってください。次回は最新回の配信です。クラシックと最新回両方聞いて毎週しゃかりきちゃんをお楽しみください。くれぐれも声優グランプリチャンネルへの会員登録よろしくお願いします。首の皮よ熱くなる。